藤枝明星中学校、高等学校は、静岡県藤枝市大須二丁目にある私立中学校、高等学校。普通科と英数科が設置されており、有名大学に毎年10名程度の合格者を輩出している。しかし2003年頃から、学校側が成績優秀生徒に対し、受験料を肩代わりした上で、志望とは関係ない有名私立大学の学部、 学科を多数受験させ、大学合格実績水増しをしていたことが2007年に判明した。水準の高い文部領土を掲げており運動部では、陸上競技、駅伝、サッカー、バスケットボール、バレーボール、野球が全国出場をしている競合のほか、全国的にも珍しい中学校の公式野球がある。また文化部では、機動部や囲碁部といった部活動が、 全国大会で上位入賞の常連である。作詞、小山和重作曲、他が主節効果は一番のみではあるが、その長さは2分50秒に及ぶ。なお、藤枝明星の効果は、学校の公式ホームページで視聴できる。2005年9月に、鹿島学園から西塚達夫監督が就任すると、わずか1ヶ月後の新人戦で、県大会出場、2006年の夏には、 県内外から有望な選手が集まり1年生が主力ながら前年度地区予選敗退から県大会準優勝と飛躍しインターハイへの出場を決めた。2007年2月に行われた新人戦では名門比流高校を下し初の県政派をすると続く東海大会では強豪愛知県政を倒し初出場で初優勝の快挙を成し遂げる。 12月には初めてジョモウィンターカップに出場し、全国大会初勝利を挙げるが3回戦で、今大会優勝候補の並佐と西洋する福岡第1と当たり、前半こそ接戦を繰り広げたが赤敗し、ベスト16に終わった。2008年の埼玉インターハイでは3回戦で、日本高校バスケ界を代表する強豪の野城工業に敗れるもインターハイ初勝利を、 飾りベスト16の成績を残した。2008年12月に行われた、ジョモウィンターカップでは2回戦で、回復高校相手に162から79の大差で勝利しこの試合で男子の歴代1試合最多得点と歴代最多得点差、両チーム最多合計得点を記録しているの、記録である。またこの試合で、当時2年生の藤井雄心が十九得点を記録して、 歴代一試合個人得点記録の1位になり、当時3年生の藤井雄介が54得点で、歴代一試合個人得点記録で3位になっている。この時に、西塚達夫監督はインタビューで、歴代の記録のことは知らなかったが藤井には80得点を目指せと試合前に行ったと話している。二千九年のインターハイで二回戦に優勝候補の京北高校を破ると続く三回戦では、 名門福岡大学附属を堀高に勝利し、静岡県勢としてはおよそ60年ぶりとなる3位入賞を果たした。2012年には、当時まだ入学から1ヶ月の核の両方が15歳という、史上最年少記録での全日本代表選手に選ばれている。2013年度から、元ジョモ・サンフラワーズ監督であった三上監督へと指揮権が引き継がれ新たな体制で、 新チームがスタートしている。ありがとうございます。